天童な子は、日本の競馬タレントアイドル、ユーチューバーである。愛称は、なこちん、天なコ。愛知県豊田市出身。小竹芸能所属。2010年9月に行われた、NMB48 第1期オーディションで、最終選考に残るも落選。その悔しさから、NMB48 のメンバーが所属する、吉本クリエイティブエージェンシーに対し、 2010年11月小竹芸能の門を叩く。小竹芸能入賞後すぐヒテレジェニック2011年の候補生オーディションに合格し芸能界デビューを果たす。その後、兄が騎手を目指していたことがきっかけで好きになった競馬知識を活かし、調教ハンターの愛称でブログやテレビ番組など全国的にメディアを通じて調教を重視した予想を展開している。 グリーンチャンネル、ガチンコ馬券ダービーで、優勝、ウマン、千馬券女王コンテスト優勝、関西テレビ、東海テレビテレビ西日本、テレビ新広島、2016年7月30日放送、と得意の競馬予想と、馬券術で、馬券王者タイトルを総なめする。馬子王国馬津キングダムビクトリアマイル、予想出演時には、当日単勝オッズ10番人気のジュールポレールを、 本命にし、予想総的中。産経スポーツにて、予想連載スタート時のシリウスステークス予想は、当日の表一面に掲載された。公式ブログは、月間150万アクセスを超える、大人気ブログ。アメーバ芸能人ランキング最高位6位、女性タレント部門最高位1位を記録。時折、コメント返しをしておりその神対応が好評である。 3年間毎週競馬予想を配信した YouTube では、総再生回数は730万回を記録した。2019年には、初となる書籍、天道なこの超強ハンター論点な、こってどんな子を出版、Amazon ランキング競馬部門3位を獲得。2020年、自身のブログを更新し、かねてより交際していた、一般男性と2月末に結婚したことを報告した。 2011年3月にヒテレジェニック候補生としてデビュー。2013年になると馬券購入可能の20歳になったことをきっかけに自身のブログで競馬予想を公開し始める。同年8月17日、一押し大予想 TV、馬キュンのアシスタントとして初の競馬番組レギュラーを勝ち取ると2014年1月26日、競馬ビートに 地上波競馬中継放送のゲスト出演を果たす。同年6月1日には、中京競馬場で、初 JRA 競馬場イベントに出演。レース展望、トークイベントを行った。同年9月19日、YouTube で、天道な子予想チャンネルを立ち上げる。セントライト記念から、動画予想をアップを開始し、開始から1ヶ月余りで14万回再生回数を、 記録その後、約8ヶ月で総視聴回数100万回を突破した。2015年10月の日本テレビ杯月以降、netkeiba.com、地方重症大予想。スパッと的中大作戦の MC アシスタントを務め、グリーンチャンネル、ガチンコ馬券ダービー優勝、ウマン、千バケン上コンテスト優勝、関西テレビ。 東海テレビテレビ西日本、テレビ新広島、2016年7月30日放送、真夏の牝馬の祭典。北海道競馬全レース馬検勝部翌日重賞レース予想 SP では11レース中6レース、敵中、回収率210.7%で優勝するなど、数々の対決を制してきた。2016年秋の G1 を対象とした。 JRA 主催のオズマスターグランプリにて予想コラムを連載。2017年中山ジョッキーフェスティバルでは MC アシスタントを務める。2017年4月より関西テレビウマンチュにて天道なこの調教サンデーのレギュラーコーナーが始まり毎週一頭のおすすめ馬を紹介している。同年5月6日アメーバブログアクセスランキングで女性タレント部門第1位。 同年12月には、初月間1位を記録。2018年、ウマンチュ、にて、名物企画、馬券生活に挑戦するも達成ならず。2018年、ウマコ王国、マズーキングダムビクトリアマイル、予想出演時、当日単勝オッズ10番人気のジュールボレールを、本命にし、予想総的中。同年、サンケイスポーツにて、 予想連載スタート時のシリウスステークス予想は当日の表一面に掲載。競馬のメディア出演を中心として活躍するほか、同事務所所属の良い子、浜口優が主催するは、マグチコントサークル女性タレントメンバーとして、同サークルのマスコットガール的存在に。また、伊集院光のテレビのレギュラーメンバーや、昇福帝鶴光のオールナイト日本 TVJ コムの レギュラーアシスタント、食べ、ドラニでは、上田マリエに次ドラマで、初主演に抜擢されるなど、タレント活動も行っている。2020年4月3日、1歳下の男性と2月末に、結婚したことを報告。ありがとうございます。